い、クジラクジラ。なんだね。香水が大ヒットしたエイトインじゃん。いるね。人気俳優に痛烈批判されたね。そうなの？その俳優はインスタライブでクソみたいなリリック書きやがってよって発言したみたい。本当に？そんなこと言うの？インスタライブの最初から酔っている様子ではあったみたいなんだけどね。酔っていても許されないよね。でもその俳優は俺はいろいろ言っても炎上しないからって言ってるんだって。その俳優ってもしかして歌手でもあるよね？そうだね、確か音楽活動してたね。ということはマンジラインさんだね。なんだよマンジラインって。マンジラインは久保塚洋介さんの音楽活動の時の名義だよ。なんだよ、だったら最初から久保塚洋介って言えよ。正解なんだから。さすが久保塚洋介さんだね。過去には自殺未遂もしてるよね。なんかあったね、転落事故だか自殺未遂だか。確か9階の自宅マンションからダイブしたんだよね。9階から落ちてよく生きてたな。ところでエイトさんの香水の話だったよね。そうそうそうだよ。でさ、久保塚洋介はインスタライブの最後に知り合いのミュージシャンがリミックスしたバージョンの香水をかけたんだよ。なんだかんだで好きなのかもね。そうだね、マンジラインだもんね。